2019年7月8日、台北ウィカムホステル。チェックアウト、荷物預けて。台北駅へ、そこから。四辺まで列車の旅。ご覧くださいませ。ホステルの壁に四辺。淡水の案内が貼ってありました。多分、質問多いんだと思います。教えてもらったバス停です。ここの274番で台北駅まで行けるそうですが、ちょうど出た後だったので、諦めて歩きます。多分10分くらいです。Y8 の出口から台鉄高鉄方面に向かいます。この駅構内の空間が巨大です。ベンチもないので床に座ってる人多数います。解説の案内所ありました。新編入りの電車のことを聞きました。11時18分発、未来線の機関車に乗車。途中、ルーハングで京急線に乗り換えます。
ございました。チャンネル登録お願いします。シーフェンの牢外散策と幕府見学、続編ご覧くださいませ。Thank you for watching. Please subscribe to my channel. See you soon. Sayonara.